So, würde ich mal sagen, auf zum Hauptquartier. Let's go. Mal wieder. Ist ganz schön voll. こちら補佐だな。あいつどっかで見たんだよな。どこで？ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるんや。なんで踊れがここにおる。どないして入り込みよった。天道、そいつら通してやってくれ。俺の客だ。客でっか。せやけど大工、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね、今日は頭の出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだ。ほう、そいつは感心でさ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合はあんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですな。受け合おうよ。今日は何が起きるんや？楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。何？異人町でしたこと、今度はあんたらがされる側だぜ。Provoziere hier nichts, Ichi.思い出した。あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。Alles klar, Fröld. Wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke, dass du da warst. Und stimmt ja, Watase war ja mit verhaftet worden. Ika, so wie Kiryu. Kamuro-chou に送り込まれた海連合の Kamuro. Aus jedem Clan. 全体の約半数。蒼天堀に残った。Einer, wegen dem ganzen Stress in Teil 5. 神たちは全員、本部のホールに Watase の出所を祝いに来る。その時渡せは懐に書状を用意しているはずだ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世期には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては、現会長および組若頭渡瀬勝の連名により、本日をもって
関西近江連合を解散いたします。う、嘘やろ。大阪府警本部長殿、どないなってますんや頭、何言うとるんや。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここにいる。東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ、そんなわけあるかい。ボケ、ミツがそう言ってなかったか一番。思い出したか。ええ、でもまさか東条会と近江連合の同時解散なんて。ああ、もちろん。それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局頭がすげ替えられただけで新たな後目争いのドンパチが起きることにもなりかねねえ。だから根回しする時間が必要だった。根回しってそんなの誰がどうやってやるんです。それを六代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬がな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だ。そして同時解散という結論を互いに出した時、問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって穏便に解散させるか、その一点だった。真っ当に直参幹部を集めて相談したところで受け入れられるわけがない。しかもカムロ町参詣作戦と前後して大阪では渡瀬が刑務所に入ることになり、トップ不在の状態になっていた。下手に動くとクーデターも起こりかねない。ですよね。そして考えたことは産経作戦を逆手に取ることだった。逆手に取る。それには2つやるべきことがあった。一つは産経作戦を成功させることだ。成功させる。そのために荒川さんには東条会の情報をあえて漏らしてもらい、鴨野町から東条会を追い出す流れを助長してもらった。そしてその産経作戦はあっさりと成功する。まあ青木は自分の手柄に思わせたつもりだったろうが、真実は我々がそれに乗ってやったまでということだ。なるほど。そして俺が六代目に頼まれた二つ目とは、欲深く非情な東条会の裏切り者という立場を死んでも演じ続けること。そして東条会が消えたカムロ町に近江の連中を引き込むことだった。荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させることをやってのけた。そのおかげで今この蒼天堀にいるのはカムロ町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだ。じゃあおやさんの狙いはまさに今この状況を作るため。そして期限も間に合わせてくれた。渡瀬の出所日、同時解散宣言の日に。今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になるのは誰なんや。
やっぱ東条会伝説の幹部は一味ちげえな。感心してる場合かよ。こいつらが全員近江の幹部か。神室町に半分行かせてもこんなにいるんじゃねえかよ。そんな嬉しそうな声あげんなって。嬉しかねえよ。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみる。なるほど、そういうことやったんですが、荒川は。天道来ないな。喧嘩一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか天道。味方になると頼もしいね。それでも全然手が足んねえって。だから俺らまで駆り出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。くそ、血がたぎるってもんじゃねえか。Mit anderen Gameplay hätten wir jetzt wirklich alle Gegner. Auf einmal. Eine Endlosschlacht. Das hätte ich. Sowas liebe ich. Nein! Ich wollte doch nicht. Wimmelschlitzer. Wuhu! Erstmal den Müll rausbringen hier. Ach komm, Majima will auch Spaß! Natürlich übertreibt er. Ist klar. Oh, der Steve von Sao ist so cool. Sonst noch jemand, der Schläge will? Aber ist der Typ jetzt Nintendo wirklich auf unserer Seite?
きとったか。帰ってきよったな。Ich sag doch, das wird noch bekannt gemacht, dass der noch lebt. Die glauben doch nicht in Ernst. Anta ga misuketan ka? Ano hito? Ano hito? Nani wa yutoru ya? Soitsu wa rinji atoi no tada no yōjinbō ya. Namae mo shiran de.こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねんが美味しいとこ持っていけやる。Kill you als Beschwörung wäre geil. Müsste jetzt eigentlich auch machbar sein. Ja, genau. Alle jetzt mal eben das Hemd.Wegreißen hier. Yosha! Okawari to iko ka! Mada mada kui tarine zo kura! Nama kachon to kura! Daruku shinutte agemashou! Tabe ni ikimashou! Schön! Nein! Falscher Knopf!Mann, warum? Was machst du denn da für'n Scheiß? Jetzt geht's los! Eine wahre Legende ist jetzt da. Aber wir können sie noch nicht nutzen, Legende.Hey, wir haben noch hier Poundmates. Wie wär's mal mit Saijima? Der Müll muss raus. Ich wähle dich, Saijima! Los, Donnerschock! Oder was auch immer du machst.Ja, genau. Wisst ihr, wie viel so ein Ding wiegt? Ja, übertreib's, Saijima. Legendentreff. これで全部。やったぜ。Aber sich die größten Yakuza-Fraktionen aufgelöst hat.Wird es denn überhaupt noch einen achten Teil geben? Naja, irgendwo gibt's ja immer noch Yakuza. Jana Kasuga, hitotsu karitoku ze. Yo, Ichi. Oya-san. すみません。体のやつが言うこと聞かなくて。寝たままで構わねえよ。お前のおかげだ、イチ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ、危ねえとこだった。いえ、仲間のおかげっすよ。そうか。Aber irgendwie wusste ich, dass Kiryu in diesem Teil vorkommt.いい
Denn auf Wikipedia, wenn man da Kiryu Kazuma hat, ne, da steht natürlich dann auch noch Yakuza 7 als Leiste. Da kann man ein Bild sich von ihm anschauen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber das spoilert halt schon, wenn man sich bei Wiki nur mal kurz reinschaut, ne? Naja, Dark, so klar ist es nicht. Der Hauptschar der 6 Teile vielleicht oder 7 Teile. Aber dieser Teil ist ja mit Itchy. Hätte auch eine komplett andere Richtung gehen können. Oi, warte. Was ist das? あんたが六代目をずっとかくまってたって。イエスね。さっきからそう言ってる。でもさすがそうですね。selbstverständlich。わかんねえよ。まあ、必要以上に金があるといろんな方面につてができるもんでね。六代目の大悟君とは親しくさせてもらってたってわけ。とは言っても。Als wäre es selbstverständlich, dass in jedem Teil von Resident Evil Chris Redfield kommt. Und er ist auch nicht in jedem Teil dabei. Ja. マジマさんやサイジマさんももちろん伝説の極道たちっつっても案外気さくなもんだったよ俺んとこにいる間はさところがそんな彼らを奇遇にも別口であった一番が助けることになるなんてね助けるなんて俺らは大したことしてねえってまあおやさんたちに胸借りて無我夢中で喧嘩を楽しませてもらってただけだ一世一代の喧嘩をな。おお、一番くんはおやっさん大好きだよね。おお、今日は二人で会うんだ。デートってとこだね。おお、デート？今度その話を聞かせてね。ああ、たっぷりのろけてやるから覚悟しとけ。Du hast das Ende von Teil 6 gesehen. Kiryu dürfte sich eigentlich nicht mal zeigen, weil er ja für tot erklärt wurde. Weswegen das eigentlich nicht klar sein sollte. Weil durch diese Aktion, das könnte zu Haruka rüberwehen, dieses Gerücht. Yakuza 8 dann mit Yuta in der Hauptrolle. Auf der Suche nach Kiryu. そもそも俺なんかが親さん飯に誘うのが身の程をわきまえてなかったっつうか。バカ野郎。俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのジジイだぜ。飯食う相手に身の程もクソもね。オウミ連合の解散届が出されて、ソテンボリは落ち着いているんですか。まだみんな戸惑っとるみてえだな。オウミの組員たちも、マジの堅気の皆さんも。100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ。それも当然だろ。オウミの跳ね返りが暴れたりは。あってもたかが知れてるだろうな。Ich hab ja schon in Teil 6 am Ende so gedacht。解散届を。Dass Haruka hinterher den Gedanken hegt, der ist nicht tot. Und dass es da dann zu führt, dass vielleicht noch ein neuer Teil entsteht dadurch. Ich glaube auch nicht, dass Ichiban jetzt mehrere Teile bekommt, so wie Kiryu, sondern dass jetzt in jedem nächsten Yakuza-Teil immer mal wieder ein neuer Charakter kommt oder so. Wir hatten ja schon das Vergnügen, dass wir zum Beispiel in Yakuza 4 nicht mal mit Kiryu gestartet sind. Und bis wir Kiryu hatten, war das ja ganz am Schluss. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass jeder Yakuza-Teil jetzt mit diesem Gameplay sein wird. Weswegen es für mich ja Spin-Off eigentlich ist. Es ist zwar
offiziell der siebte Teil, aber das Gameplay ist für mich manchmal so ein Kern. Denn die haben ein komplettes Genre geändert. Der zweite Hyrule Warriors Teil zum Beispiel, der spielt ja auch die Vorgeschichte von Breath of the Wild, ist aber ein Spin-off. Und so sehe ich den Teil irgendwie. Masato hat 自分の権力が膨れ上がる味を知っちまった。いい加減、それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえと。あいつは身を滅ぼす。きっと、手にしたものすべてを失ってしまう。そんなあいつの姿を、俺は見たくねえ。さあ、そろそろ行くか。おやさん。ん？さっき、何の肩書きもなくなったって言ってましたよね。じゃあ、この先おやさんはどうする気なんですか？これから何を？六代目や私たちは、組織を解体した後、やっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる。実際にはそうだ。そういう行き場のない奴らのためにいずれ何かしら方法的な受け皿を作りたいと言ってた。その時期が来たら俺もそれを手伝ってみたい。なるほど。じゃあ体は空いてるんですね。なあ何して時間潰していいか分からねえ。定年迎えたサラリーマンってな、こういう気持ちなのかね。なら、これからまた俺をおやっさんの子分にしてくれますか。イシ、おめえ、俺はおやっさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ。16の年に命助けてもらって以来ずっとです。俺はお前をマサトの代わりに無所に生かしたんだぜ。18年もだ、組のためだと嘘までついて。でも納得して入ったんですから。その上出所してきたお前を俺は銃で撃った。でも助かると見込んでのことですもんね。いや、お前が生きて戻ってきたのは全部お前自身の力だ。俺がお前にしてやれたことなんていくらもねえ。いくらもねえどころか、恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだ。じゃあ俺に少しでも悪いと思ってんなら、また俺を子分にしてくださいよ。お前、ソープの桃源郷で生まれたんだっけな。ええ、そうらしいです。でもすげえ話だよな。俺にはその話がトラウマになっちまってる。え？夢を見る時があるんだ。夢ですか。
ああ、40年前の大晦日、アカネがあいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかが祖父で、そんなわけねえのによ。やめてください、恥ずかしいっす。恥ずかしいことなんてねえ。お前は地に足をつけてしっかり生きてる。生まれた場所なんて関係ねえ。ありがとうございます。会いたいか、父ちゃん母ちゃんに。どうなんすかね、わかんねえっす。知らねえことがもう当たり前なんで。苦労したんだもんな。俺が言えたぎるやねえが。夢で見た話だった。全く不毛だな。見送りはここまででいい。また明日な、イチ。春日一番です。今出れないんでメッセージをどうぞ。青龍会の星野だ。春日、これを聞いたらすぐに電話をくれ。今朝方、荒川の死体が港に上がった。Wieso wusste ich, dass da noch was passiert, dass der Arakawa jetzt gleich stirbt? Ich habe eigentlich schon in der Szene erwartet, dass irgendjemand ihn auf einmal anschießt. Einfach so aus dem Nichts, ne? Kennt man ja, die Pistole hinter der Pistole, ne? Arakawa-san ist tot. Nein! Da haben sie sich gerade wiedergefunden.